モーリス・ホワイトは、アース・ウィンド・アンド・ファイアーのバンドリーダーで、ミュージシャン。アメリカのテネシー州メンフィス出身。モーリス・ホワイト1941年に、父バーダイン・ホワイトシニアと、母、エドナ・パーカーの長男として生まれ、祖父は、ニューオリンズのホンキートンクのピアニストであった。父に関しては不明だが、母は、モーリスら兄弟を彼の母方の祖母に預けて、シカゴに移った。 1953年にドラムを始める。ブッカーティー・ワシントンハイスクールに進学して、後に、ミュージシャンとなる同級生のデビット・ポーター、後輩のブッカーティー・ジョーンズらとバンドを組んだ。17歳の時に兄弟と共に、リシュケンサックス奏者のバーリン・アダムスと再婚した母が、イルシカゴに引っ越してきた。シカゴのハイスクールを卒業して、シカゴ音楽院に通い、 ベテ・ベレトのバンドからキャリアをスタートした。チェスレコードより電話を受け、バンドのオーディションを仕切ることになり、彼は専属ドラマーとなり、教育を受けた。1966年に、ピアニストのラムゼー・ルイスに指示して、彼のバンドに加入する。この頃より、ライブでカリンバを演奏している。1969年に、ラムゼーの下を離れ、自身のグループとなる、ソルティ・ペパーズを結成し、 キャピトルレコードからシングルを残す。これが、アース・ウィンド・アンド・ファイアーの前身となる。1970年にモーリスは、先生術によると土、風、火の要素があることから、宇宙論を結びつけ、アース、ウィンド・アンド・ファイアーと解明した。また拠点をロサンジェルスに変え、ワーナー・ブラザースレコードと契約した。ソルティ・ペパーズ時代から一緒だった弟のバーダイン、ホワイトと、後に加入する。 フレッド・ホワイトを含めた10人の王女イバンドとなる。2作リリースするが、ヒットはしなかった。1972年にコロンビアレコードに移籍し、モーリスがスカウトしたフィリップ・ベイリーとラルフ・ジョンソンや、ラリー・ダンが加入。ユフは、モーリスとフィリップのツインボーカル、重厚なホーンセクションが特徴となる。コロンビアには、以後1990年まで在籍して、以降は、 フルスのワーナーブラザースレコードに移籍する。1975年には、ザッツ・ザ・ウェイ・オブ・ザ・ワールド、暗黒への挑戦を、同盟の映画のサウンドトラックとしてリリースするが、映画はヒットせず。この映画にはモーリスも出演している。1976年に、自己プロダクションのカリンバ・エンターテインメントを設立。ブギー・ワンダーランドに参加しているエモーションズやデニース、ウィリアムス。 かつての死のラムゼー・ルイスなどをプロデュースしている。1978年には CBS、コロンビアの元、アークレコードを設立。1983年に発表したエレクトリック・ユニバースよりその大きな売りであったホーンセクションを捨て打ち込みによる電子音が特徴となる。このアルバムをリリース後活動を一時停止、各メンバーはそれぞれソロ活動に移る。 モーリスは1985年に生涯唯一のソロアルバムとなる。モーリス・ホワイトを発表、アイージュがヒットチューンとなる。1987年にタッチ・ザ・ワールドをリリースし、活動を再開したが、弟のフレッド・ホワイトとラリーダンは戻らなかった。1990年代に入ると、プロデューサー業にも力を入れるようになる。 1994年の全米ツアーには参加せず。1996年にライブ活動をやめ、自主レーベルのカリンバの活動、プロデューサー業2000年。1997年にモーリスは神経性障害と診断される。パーキンソン病ではなく、もともと神経質であることと、度重なるストレスから震えが伴うことがあるとモーリスは発言していたが、後にやはり、 パーキンソン病を患っていたことが明らかになる。以降のユフの活動はフィリップが中心となっている。またモーリスは同年にラムゼー・ルイスらのグループアーバン・ナイツの立ち上げにプロデューサーとして関与している。2004年にモーリスと共にユフは来日公演したが、これがモーリス込みでの最後の公演となりアーティストとしては引退した。2007年には スタックスレコードより、ユフのトリビュートアルバムインタープティシャンズをリリース。モーリスはエグゼクティブプロデューサーとしてこのプロジェクトに参加。2008年にはフュージョンミュージシャンのブライアン・カルバートソンのアルバムにもエグゼクティブプロデューサーとして参加している。ユフは2013年に22年ぶりにソニーミュージックに復帰し、ラリーダンも30年ぶりに復帰した。また、モーリスは 今までの音楽界の功績で、コロンビア大学とバークリー音楽大学から名誉学位を受けた。2016年2月3日の朝に、ロサンゼルスの自宅に74歳で死去した。彼の訃報は、スティービー・ワンダーなどの様々なミュージシャンをはじめ、当時の大統領のバラク・オバマも、追悼のコメントを寄せた。プライベートでは、1970年にマリリン・ホワイトと結婚して、 娘のエデン・ホワイト、ハミヤ・ホワイトと、父と同じみミュージシャンである息子のカーブラン・ホワイトなどの3人の子供を設けている。また、孫もいる。日本では、ドリームズ・カム・トゥルーがいう婦に影響を受けていることで知られる。特に、中村雅人は、僕の音楽の父と公言するほどモーリスを崇拝しており、1994年には、中村の立っての希望により、 Where v e r you are のレコーディングに、モーリスが、バックボーカルで参加している。中村は、モーリスの訃報に接し悲しみをとろした。1992年発売のコヒルイマキカホールの、アルバム、フロンティアで、タンジェリン・ムーン・ナイト、フロンティアを、モーリス・ホワイトがプロデュースをしている。また、1995年にメジャーデビューしたカイタの、シングル及びアルバムのプロデュースもしている。 A.B. モーリス・ホワイト、リーダーファウンダーオブ・アース、ウィンドファイア、ダイズ・アット 74CNN 英語版、サイト、2016年2月5日閲覧。A.B. モーリス・ホワイト三四季をアース・ウィンドファイアのバンドリーダーパーキンソン病を患う、産経ニュース、2016年2月5日閲覧。ABC アルバムグラキテ,テュードの、ウィリアム・シー・ローデンによるライナー放題は、スタンド・バイ・ミー。 モーリスはカーメルに別荘を所持していた。モーリス・ホワイトへのツイートコメントまとめ、ソニーミュージックオフィシャルサイト、代表作の一つのセプテンバーは、1978年9月21日に生まれたカーブランを祝うメッセージとする説がある。ドリカムサウンドにブラスセクションは欠かせない。ドリブログ2007年5月23日モーリスが言ってしまった。 マスブログ2016年2月5日投稿。ありがとうございます。